プロに入ったばっかりです。今日は饒舌な狩人やっていこうかなと思います。今日は市民に占い1、霊能1、陽光1、パン屋1、狂信者1、猫股1、呪われ1、饒舌な人狼1、堅牢1、一途な人狼1、饒舌な狩人1、純愛者1、そして俺はよく喋る狩人やっていくぜ。あーモブジーをモブジーを守れなかった。ジュン、使用順フェイの方が若干早い決め打ち感あり。もうめちゃくちゃやがなマジで。提案あるのですが良いですか。ショーン・ロディシロ、ワード考察は、一切なしの方がムラリあると思います。心の中で、留めておきましょう。サンドラワードじゃね？おい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 。え、待ち。おい、何やってんだよ。サンドラワードじゃね？だってワードじゃない。おい、ざけんなお前マジで。サンドラさん、エマさんみたいな人もいるので、そうだな。ジェシカは、てかこの部屋黒猫とかいるの？いないか。え、ゾーンつけんの？ゾーン噛まれるだけだからいらない説ない？ゾーン噛まれるだけやべ。はい、とりあえずワード探しに関しては提案通り放置で J 仮指定求めます。スーザンその殴りすんのか。なんか無理やりライン切りに来たような感じるな。これって割と無理やりな理屈ですよね。印象稼ぎでかつムラリないってそもそも理屈が矛盾してませんか。スーザンラインを意図的に作ったり、切ったりしてるように感じるので、サイクロで提出。
スーザン・エマネ。私はスーザン嫌いなので。ごめん。どうすんだよ。サンドラ、それで何？そろそろ胸目とか言ってほしいんだが、ゾーンどうこうは進行に任せればいい。エマはただの経費だと思う。ここ鶴川進行の判断だけど、スーザンは黒要素あるから釣りたい位置。フレディ白目、スーザン、フレディが黒の場合、スーザンを買うメリットってフレディが狼の場合ないし、白でヘイドガーシュンジュン。まあ絵祭りでも全然いいと思うけどね。私はあくまで LINE の話から、スーザン釣り希望してます。今は相変わらず伸びてないし、カミングアウト、ワードは？ロケット。なスーザン貫通でよくねえか。1分前。うん、それエマが指摘した理由もわかる。え、ちょっと待って、エマ記事じゃあかませるか。え、これどうなっちゃうの。エマかませるか、エマかませようか。じゃあ、ジェイを守って。エマ守りする？いや、エマ守りはゴミだな。ログ見たけど、スーザン釣りだね。エマは、エマの饒舌狩人目の方が高い。特に、メアリーに対する指摘とか見ると。30秒前。これってどうなるんだろうね。サンウラジ狩り放っておきたかったわ。スーザンガバイとかではなく、これさ、エマ基地なんだろうね。エマ基地なんなんだろう。エマ基地なんだったんだろうな。まあ、これもしかしてさ、人狼と狩人出たのか。あ、人狼じゃなくて、狐と狩人出たんじゃね。いや、これ J 守りでしょ。これでグッチョブ出たら、エマ神か J 神かな。それか、エマがトロール。え、なんかすげえトロール目ちょっと感じるよな。でもロケットって言ってるんだよな。ワード楽しい。二人ともワード作ろうとしてたのか。もうこれ、多分これ、狐で見ていいと思うな。俺噛まれることないんじゃねえかな。多分エマ、え、どうだろう、ワンチャン噛まれっかな。微妙だな。
いや、まあ、呪われ噛みたいけどみたいな感じになりそうな気もするが、よし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 、そこか。で、 J の霊能結果聞くか。うわ、仲間か。おはよう。仲間って相当つれえよな、バカだよな。フレディ、ヒキツネ白、ジェシカ白。ジェ色は？黒。じゃあキツネかね、エマが。もうここでいいかな、言っても。黒なのになんで、なんでエマ噛まれないんだ。延長希望。これ天才かも。黒なのになんでエマな噛まれないんだ。霊噛むと狐に勝たれるからか。出るべきかな。エマワード言わないでいいの。狼の数知らせたい。もうさすがに囲ってると思うな。フレディ白か。延長希望。延長希望。これどこ噛むか。俺噛まれるか。透けてんのかな。うん、ロラさせるか。いや、パン出したいな。ジェシカ初日からいきなりライン切り。私とスーザン一番バチバチに切れてた気がするけど。ここで私に黒塗りしてくる意味あるのでしか。スーザン黒塾ミカ相方一なのかなとは。パン出したいな。パン出してクロスさせたいな。エマ付きソフィア純愛じゃね。あ、ジェシカそれっしょ。なんでないんだ。エマ付きソフィア純愛が一番あるパターン。エマ釣りをしてるし、なんとも言ってないな。でも、それっぽいな。
ら行って行っても、今日猫股とか踏んだらもう狼絶望じゃね。普通に今神の場面だった。ならソフィア神相当謎。さあどうする、ここで出た理由は、ロディが明らかに、ジェイとかの村側についてるなら出る理由わかるけど、ロディ目線別に、ソフィアの義証明する必要なくね。私以外のワード狼だよ。え、スーさんがワード狼でしょ。まあロディ釣る必要もないでしょ。理由謎でしょ。ソフィア純愛でロディ乗っ取り黒キツネまで終えるレベルの CO なんだけど、 CO する意味がない。ああ、これ剣だから乗っ取り、ジェイ。ジェイまさか落ちた？え？マジ？落ちてた、ごめん、ミカ行く。はあ？これミカ言ってる余裕とかあるか。10秒前。まあ今日まで今絶対噛んでくれるから呪われ噛まないと思うんだよな。俺黒位置にしないといけないから、多分黒側はグレーじゃん。俺黒位置にしなきゃいけないから俺噛めないと思うんだよね。だから俺はあえて出ない、ここで。30秒前。ロディは私守りで、まあエマ噛ませてでっていくか。10秒前。今占い守りって言ったよな。今霊能噛む可能性あるぞ。霊能噛む可能性あるな。うん、霊能噛む可能性ある。ここでグッジョブ起きても別にいいかな。もうエマこれキツネ確定だな。占い守りますって言ってる後占い噛ませたくないんだ。霊能かませたいんだろうな。これマジでソフィア
純愛だった説あるよね。俺そこ守ったぞ。俺そこ守ったよな。ちょっと待って。あ、わかった。これ命がけの襲撃したんだ。一途が。多分一途が命がけの、なんだ今の。おはよう。はい。あー。今日は早い。霊能守りね。エマ一途、スーザン一途、あ、スーザン、饒舌、ラストウルフだから、黒釣ったらダメ。今ならやりかねんな。エリック引き連れしろ。いや、一途以外の死亡要因ないでしょ。キツネミカで連れてないんだったら猫は出ておいて、バニラ死んだよ。猫しよう。そうだな。猫しよう。あと今日市民釣りたいんですよね。柱つ乗りたいんだけど。ロディ、パン屋も出ちゃう。サンドラ、ジェシカ、メアリー、柱か。パンも使用していいよ。カミングアウト。これロディキツネあるぞ。ロディ誰付き？ソフィア、フレディ、エリック、シロ。カミングアウト。ロディ、村確定のフレディやエリックについてるなら使用して、ならここで言わないの利的。ロディはなんだ。これロディ釣りでもありな場面な気がするんだけど。まあでもあれか、純愛はないからソフィア普通に市民か。どうすっかな。フェイがロディ占いとかする？これむずいな。延長希望。シミ。ジェシカ、ロディ、ジェシカ、バニラ。するならメアリーかサンドラから釣りたいんだけど。
市民4です。なんで市民3じゃね。え、市民4って謎だね。だ、ミカは何だったんだ。だ、いろいろ計算合わないな、これ。計算めっちゃ合わないな、これ。これ、ミカ・ソフィア、なんだ？メアリー釣りかな。なんか謎だよね。かなり謎なんだけど。黒呪われなのかな。うん、狩りに黒黒謎すぎる。狩りに黒黒はマジで謎。サンドラ村目だから、あ、メアリー釣りにしようか。メアリー村目で見て、メアリー釣り。フェイはロディ占い固定ね。あとさ、多分ロディの付き先ってジェシカかメアリーかサンドラなのよ。もしくは、占いのどっちかについてるのがついてそうな気がする。とりあえず明日続いたら、続いてロディが生きてたらロディ釣りもありだよ。かつキツネが死んでなかったらね。ショーン視点、明日サンドラで受殺できなかったらキツネ死亡確定なんだよな。1分前つか、これショーン、ショーンシンならサンドラ確定黒、ショーンギならジェシカ黒、もしくはロディ黒やろ。まあ明日で。俺は無理だから、多分俺は死ぬから。30秒前、占い守るか。ここはまあ死ぬだけですが、パン守りロックしてます。エリックは明日進行どうぞ。勝ってくれ。まあフェイ守るんだけどね。エマとスーザンやばくないか。どういう理屈？どういう理屈なの？まあフェイ守るか。まあ俺殺されるんだけど。まあロディ君がとりあえず白か黒かはっきりして、まあここで自殺働いたら勝ちなんだけどね。
わかんないなこれ。内訳がようわからん。なんでここで、なんかロディはギだと思うんだよね。だから何かしらの答えが明日出ると思うんだよね。フェイ新沖で、さすがにフェイ新沖で見てくれると思うけどな。エリックも多分勝てるで、圧迫で。おそらくここまで来たらよかったね。一途でなんか抜くトロールしてくれてよかったわ。あ、オツオツだな。フェイ噛みたかったっぽいな。多分フェイ噛まないと多分負けるから、フェイ噛みしかなかったのか。うん、まあロディ黒で決め打つと、デシカサンドラあたりから、ジェシカ釣りフェイ釣りで終わり。まあジェシカ、確定白位置だよね。確定白位置だから、ジェシカ釣り、フェイがサンドラ占いって感じで良いのでは。サンドラ目線ジェシカ釣り、ロディ釣りじゃないの。ショーンもジェシカ釣りは大丈夫でしょう。うわわわ、とりあえずジェシカ釣りでいいかな。6で4、フェイがサンドラ超え。あ、違った。フェイがサンドラ超えじゃなかった。フェイがサンドラ占いね。うん、もう時短でよくね。奇数クリアできたし。フレディ基本的に、フェイ新置きしてしてれば勝てる。フェイ新置きの、まあフェイ新置きで勝てるでしょう。RPP はないと見た。明日の10秒前、 RPP はないと見た多分。ワンチャンあるけど、多分フェイカミしたんだろうね。フェイカミしないと多分無理だから。フェイがどこを占うかで、これで死ななかったら別に結果いらないんだよな。フェイのフェイの結果いらなくて、白だろうが黒だろうがどちらにしろロディを釣るって話だから、フェイいらない。ごめん、エリック声する。大丈夫大丈夫、これで。いやもうここは読みだから多分俺噛まれるんだけど、まあフェイは多分サンドラを占ってサンドラが死ねばそれはそれでいいんだ。確実に RPP 持ってくるんだったらまあ、って感じ。まあ俺噛まれるっしょ。まあなんとかなんじゃねえの多分。あ、自殺。うわ、すげえことすんな、お前。サンドラが不正だったら終わるけど。まあでも、そんなこともないか。
ということでした。まあ良かったんじゃないですか。はい、あぶね、サンドラ危な、あぶな、純愛誰よ、わソフィア純愛か、ナイス、危なかったな。バレてたのだろうか、俺は本当は純愛のソフィアに守られてたのか、愛するソフィアに。どういう考え、意味あるかこれみたいに、何の考えもなかった、知らん何の考えもなかったんだな。今夜絶対カリウド噛むぞ。ソフィアとジェシカ、あーソフィア抜いたのか、よかったよかったよかった。一時特攻なんだったらやばくないなるほどね、こういう感じだったのか。ジェシカ狐ね、よかったね、うむうむ、よかったということで、おっつ